下四国霊場、または、下四国八十八箇所は、愛知県の北半島にある地、四国。工房大使に、ゆかりのある寺院が集まった八十八箇所であり、下半島を一周する順路をとっている。九州の笹栗四国八十八箇所、瀬戸内海の小戸島八十八箇所霊場とともに、日本三大新四国霊場とされる。三河新四国八十八箇所霊場とともに、 愛知県における二大令状巡礼とされる。名古屋市、半田市、常上市、東海市、大府市、知多市、豊明市、知多郡阿久井町、東浦町、竹豊町、三浜町、南知多町の寺院からなる。知多半島の付け根にある豊明市の草原寺を第一番札所とし、知多半島の東岸を南下し、三河湾に浮かぶ島島と日韓ヶ島も訪れる。 北半島の先端にある諸崎から向きを変えて、西岸に移り、伊勢湾に沿って北上する。全校庭は1 9 4トルであり、徒歩ならば約12日から15日、車ならば2泊3日で巡ることができる。88の寺院に加えて、解散所と番外が10あり、計98の札書が存在する。参拝者は年間約5万人とされ、自転車や、 タクシーなどによる巡礼も行われている。上陸大志蔵公認5年、東国を暗虐していた、工房大師は、三河国を巡った後、大井の政策から、田半島に上陸した。田半島の風土や地形が四国に似通っていることに、驚き、西の裏や、東裏あり、ひまか島市の島かけて、四国なるらんという歌を詠んだとされている。この逸話から、大井の政策には、 上陸大師像が混流されている。約千年後の文化六年、古見の妙楽寺の第十三世紀、山あじゃり和尚が、不法大師の無国によって、霊場の改装を発願した。当時の千田半島には、約三百の寺院があったが、新言衆の寺は、約三十に過ぎなかったため、他州の寺院にも依頼して、下四国霊場を改装している。紫山は三回にわたって、 四国に巡杯を重ねると、百姓の岡戸半蔵や、武士の武田安兵衛の協力も得て、文政七年に、各札所に木造を法案し終えた。助山に加えて、半蔵行者と安兵衛行者の三人は、下四国令状の三階祖として祀られている。草原寺延明治極楽寺城楽寺小坊前出来、特井に岩屋寺、野間大坊安養院会長院放蔵寺。 寺雲寺長寿司官や山奥の院。ありがとうございます。